広島。会社の電話ではなく、着信履歴が残る方の会社の電話があった。これはとても違和感がしています。はい。それで吉川さん、ここでは野崎さん、6時半と7時の電話は、野崎さんの生存を見せかけるアリバイ作りの可能性があるという。